約110ラウンドのスパーリングも行ってきました。その相手というのがまた八重樫さん驚きで、当然八重樫さんともやってますし、世界ランカー、現役の世界ランカー、あるいは、ね、日本チャンピオン、はい、東洋太平洋のランカーとバンバンやったんですよね。こういうシーンというのはアマチュアではないですからね。そうですね。ただそういう意味では八重樫さん対応しているということなんですよ ね。 そうですね。やっぱり僕らみたいなプロの選手とずっとやってるんで、はい、対応力はありますね。綺麗なボディを打っていきます。そして佐藤さん、本当攻撃が多彩ですね、はい、そうですね、上下の打ち分けも素晴らしいですね。はい、左ボディー倒れ込んだ。これほどないほどの角度で決まりました。これはもう動けないだろう。完璧に決めた。これがデビュー戦井上尚弥。試合開始のゴングが鳴り響きました後楽園ホール。2013年のボクシング界の幕開けはこの怪物井上尚弥のプロ第2戦です。まずこの注目の井上の第2戦、どんなところに期待されますか？右ストレートを打った井上です。そうですね、やっぱりスタイリッシュなボクシングと軽量級とは思えないパワーを持ってますからね。はい、まずはステップを踏んで距離を少し取りました。左ジャブ、前後の動き少しずつ追い込んでいく。相手のパンチをガードした井上、左フック。すでにガオフラチャーンの右の頬のあたりが赤くなっています。右ボディストレート井上です。素早い前後の動き、左フック一発失神、ノックアウト。意識が飛んだ。タイの2階級チャンピオンガオフラチャーン中割ったな。まだ1ラウンド1分以上だけ残っているが、レフリーが試合を止めました。テクニカルノックアウト。さあ相手は昭和の男の意地をかけて佐野勇気、いよいよラストラウンド第10ラウンドを迎えました。大阪ホールから生中継でお伝えしてきました井上尚弥のプロデビュー3戦目、2つのダウンを奪いながらも佐野の気迫の前にノックアウト勝利はならないまま最後のラウンドを迎えました井上尚弥。しかもラウンド途中に右の拳を痛めた可能性があります。あと右が入る佐野、倒しに来てますか井上佐野選手。そうですね、お互いも来てますね、はい、お互いがもう倒しに行ってますね。いや、この戦いはジュニアさん、はい、井上にとっても非常に重要なプロにとっての一戦になります ね。 ねこれでも玉の力出せないですね。右も確実に当てますね。確かに左だけじゃないですね、ボディあるいは顔面へのフックジャブ的確です。井上尚弥、いわゆる当て感と呼ばれるところも見事。ジャブを下がってかわす、ジャブカウンター、出鼻をくじきます。あと左側を打った、引いた、左がランキング1位井上尚弥、右がランキング2位フィリピンのヘルソン・マンシオです。さあ運命の第1ラウンドが始まりました。赤いグローブ日本井上尚弥、青いグローブ、はい、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成された、そんな井上の姿が最初のラウンド井上尚弥、マンシオは立ち上がれるか。男子の内容によっては次世界と、そんな言葉をしています、ね、話しています、ね、はい、世界に行ける内容ですよこれは。そうですね、威力がなくなってきた。西岡さん、はい、それだけ井上尚弥がダメージを与えているとい、ノックアウトというシーンがあるか。第2ラウンドでダウンを奪っている井上尚弥というふうにマンショーが変わってきました。それをうまくさばきながら井上、このラウンド出てきましたね、マンショーが出てきました。第4ラウンド終了、大きくジャッジが、もう足もちょっと定まらない。さあここで先に出てきたところにうまく右を合わせます。聞いた、ここでまとめる左、井上がさ巻いてた、井上尚弥が巻いてる、ロープを背負わせる、さらに出せるか、倒れるまで、さらに右、残り
あ第6ラウンドを迎えます。井上尚弥世界タイトル初挑戦、デビュー6戦目にしてこの世界の挑戦の舞台までたどり着いてきました。その分長丁場になってきた時の試合のコントロール、風間さんそのあたりになりますかね。そうですね、まあ、あとガードの上からですけども、はい、今までにもらったことないパンチ力ですね。なるほど、はい、今まではないです、はい、こういう感じのある選手、はい、手数も出ますしね、はい、あとショートラン、井上ショートラン打ち勝っている、右の振って、右の振って、こめかみを捉えている、右へ右へ、チャンピオン下がる、チャンピオン下がる、左振って、左振って、チャンピオン嫌がっている、チャンピオン嫌がっている、左を差します井上尚弥、深を言わせずにワンタッチ、右の振って、井上尚弥の右の振って、ダウンを奪いました。ダメだ、やりました、井上尚弥世界タイトル獲得なる。ท่านผู้ชมครับเหลืออีก2ยกนะครับยกนี้และยกหน้าครับครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามาเตอร์ประเทศไทยจำกัดคือโฮติกกรุ๊ปผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟและระบบโซลาร์เซลล์บริษัทจงไทยเจียนหมิงเจี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดขอขอบคุณกำนันตุ๋ยไตรัตน์จุรินทร์ครับนายกอบต.หนองน้ำใสที่จะเป็นประธานจัดงานวันเกิดให้หลวงพ่อรวยวันที่9ธันวาคมนี้พอเริ่มออกมานี่เร่งเหมือนกันนะครับเอาละดูครับสามเล็กก็ยังอัปคัตสู้สวยสู้เลยว่านี่ตัดลำตัวดูอีกแล้วครับโอ้ยแหมโอ้โหเอ้าโอ้ยโดนลำตัวได้มีโครงเพลงนะครับสามเล็กชุดใหญ่นะครับโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้คนจริงๆนะครับอ้าวกรรมการยังไงครับทำท่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแค่มาแยกครับต้องตอบโต้อยู่นะครับต้องตอบโต้ฮะเพื่อให้สามเล็กโอ้ยนี่โอ้ยโดนโอ้ยอย่างตัวนี่แหละครับโดนย้ำเข้าไปครับโอ้ยกรรมการหยุดเลยครับโอ้กรรมการยุติเลยครับดูกันไม่ได้ครับกรรมการที่มีการชกกันแล้วครับครับผมครับมา初回見ものですよ WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチサウスポーできましたね。厳しい表情ですね。チャレンジャー井上尚弥の戦いです。さあナルバエス、ご覧のようにサウスポースタイル、身長差では井上尚弥5センチ優位に立っています。さあまずスピードということですが、右上右パンチのスピードはもちろんあります。今度は右ストレートが左に返し出ますね。力が入っています。力を右ストレート返した、グッドさあ、まあ、もうどうしていいか、もうここも分かんないですね、これ。おお、パンチがすごい厳しい表情。おお、パンチが落ちました、井上尚弥。あともう一つ、スリーのフランス勢です。スリーのフランス勢、今、左手かすりましたからね。あと一発のラウンドで、井上尚弥がスリーのフランス勢ですね。はい、竹下さん、はい、どうぞ。井上サイドですけれどもね、インターバル中会場に流れるスローモーションリプレイなんですが、それを井上選手ずっと見てですね、ニヤッと笑いました。そして思ったほどディフェンス、すごい、スローを取りました井上尚弥。これでね、もう今畑中選手とペドロデシマ戦思い出してますけどね、すごい、このままいくんですかね。初めてのダウンから、なおこの試合はフリーノックダウン制です。3回のダウンを奪っても勝利とはなりません。今も左フックのカウンターですよ、これもテンプル、まあ、左フック今日タイミングいいみたいですね。いやもうこれもう本当に恐ろしいですね、ワンパンチですからね、3つともダウンは。ナルバイスはあの思ったほどディフェンシブに戦ってこないですね。いやもう行くしかない、あと右開いた、このワンツーも今日は壁がしっかりしてますよね、本当に。これが井上尚弥のスーパーフライに上げたことによるパワーアップ、一発で仕留めるパンチ力を備えました。また右、ボディを入れてくるんですよね。力強い攻撃ですね。危ない、左から右の上尚弥、ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディです。圧倒しています、井上尚弥。ナイスボディ、崩し、倒れた、決めた、2ラウンド、
立てないか、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 世界最速2階級制覇、しかもとてつもなく、とてつもなく強い。最初の3分間の印象というのはいかがでしょう。いや、1年ぶりとは思われないですね。あ、そうですか、はい、やっぱ体でボクシングを覚えてますね。はい、物心ついた頃からですね、ボクシング6歳の時からしてきました。左右をうまく使ってますね。あ、左右のバランスがいいですか。もう左さボディーブロー、はい、コンビネーションですよね、1、2、3というね。そのあたり村田さんはどう見てますか。いや、非常にスムーズで速くてかつ強い、はい、本当に素晴らしいパンチを打ちますね。一方パレナスの印象というのは村田、やっぱり一発ありますね。一発ある、踏み込んで打ってくるパンチに関しては、はい、ガードの上からですが、うわ、ものすごい力強い、また右が痛めたはずのその拳、帰ってきたその証、立ち上がりますが、効いてるんじゃないですか。もうダメだ、これはどうか、続行可能か、ファイティングポーズを取ります。さあ井上尚弥倒しに行く、2ラウンド、また2ラウンド、ワンツー左、再び。やはり村田さんの見た通りといいますか、村田さん、はい、そういった中でのこの下は隙もできますので、はい、鈴木さん、はい、どうぞ。チャレンジャーサイド改めて話を聞いたんですか。チャレンジャーサイド森アナウンサーのリポート。まあ、チャレンジャーはね、左のジャブを放っていきます。いや、前回の試合は12ラウンドを両拳を痛めながらも経験しましたという話をしています。さあ、ここでまとめていきます。コンパクトにコンビネーションを打ち込んでストレートを放っていきました。後ろに下がった別番号に対して詰めていく、35秒というところになっています。さあ、ロープを背負わせるか。圧倒しますね。圧倒していません。チャレンジャーの別番号ですが、井上が次々と手数を出していきます。井上のラッシュ、来た、効いてる。少し緩めた、少し緩めた、チャレンジャー、ここでノックアウトを狙うか。右ストレート、オールドレコード、立ち上がることはできないか。すごい、聞こえた、相手の心をへし折ると。あと思いますけどね。そうですか。進化する23歳と、そして史上最強の体になった河野光平36歳、プロ12戦目とプロ43戦目の一戦です。今のラウンド、この河野選手が戦ってきた中で一番いいラウンドだったと思いますよ。倉川さん、このあたりですけれども、河野陣営ですが、さすがに最高のラウンドという声が飛んでますね。あ、そうですか。今のラウンドを続けていこうという声が飛んでいました。はい、そしてまた前に出ます。河野が前に出てきた、聞いてますね。河野光平は立てるか、河野光平は立てるか、カウントが進む、立ち上がった、河野は立ち上がった。さあ、井上尚弥、23歳チャンピオン、河野選手勝負ですね。そこは勝負ですよ、河野選手。河野は耐えられた、井上は危険か、右だ。いや、スピードでもパワーでも上回ってるような気がしますね。自分はもう、あの左ストレートどう見ましたか。速いっすね、スピード。強さの引き出しをまた一つ開けてきたという井上尚弥。第3ラウンドがスタートしました。まあ、今日の試合前に長谷川さんの中でこう井上にこうボクシングの面白さみたいなものを見せてほしいという話がありましたけれども、長谷川さん一つ見せてくれましたね。そうですね、まあ、ラウンドが進むにつれて、はい、さらに面白いボクシングを見せてくれるんじゃないかと。カウンターの左入ってくるときに、はい、ジャブとフックと変えてるんですかね、井上。第3ラウンドの井上、左振って、効いてますね。圧倒します。効いてますね。
ダメージはどうか。ランキング2位リカルド・ロドリゲス。井上は一気にいった。左から右のストレート、接近戦に左いった。これも2回目のダウン、2回目のダウン。 WBO ではセリーノックはまだ採用されませんが、さあ勝てない、勝てない、勝てない。井上選手はその組み立てがうまいんですよね。まあそうですね、抜群の組み立て能力を、試合の構築能力を持っている井上尚弥であります。さあその片鱗が今見られました。これから第6ラウンドに入ります。ニエベスのコーナーも励ますしかないようで、いいかアントニオ、お前にもチャンスはあるんだ、落ち着いて戦えと、いう指示を出しています。まあこれが指示と言えるかどうか、声援を送っています。コーナーです。まあ、コーナーからするとやっぱり、どうやって、持ちこたえてそして挽回できるかということを考えますからね。まずはちょっとこのダメージをちょっとでも回復させないとダメですね。まあそうですね、かなりもう腰が今のこの状態でも後ろ行っちゃってますもんね。引けてます。まあこれはしょうがないところなんですけどね、それで腰が引いてる分顔面出てきますから、ボディ打っといてこの上に右を打ち込んでもいいんです。ですからいろんな組み立てできますよ。ただやっぱり、相手の捨て身のパンチ、まあ、はい、腰引いたままのパンチではありますけど、無駄に打たしちゃいかんですよ。ナイスディ。おお、左。ナネレいいですよ。もうダブル、トリプル、ボディに持っていきました。ダブルからの左のボディブロー。右オーバーハンドはショートです。下も効いてるし、上も打たれるのはいやらしい。もう一回。勝利がなんとなく、なんとなくではなくて確実に近づいてきているようです。相当ボディ効いてます。おっ、まあ、そうします。打ってこいと、まあ、逃げないで打ってこいということですけどね、はい、パフォーマンス煽ってみせます。これも一つのプロとしてのお務め。さあ井上選手もう完全にフィニッシュの青写真は出来上がっているようです。あーっと、これは届きませんでした。ちょっと力が入ったかなという感じで自分でもやって、あ、もう向かってこさせます。ならば来ないならば自分から行きます。井上向かいます。来なければ、まあ、逃げるものを完全に倒してしまうからいいんですから。そうですね、全力でこの倒しに行きます。そうです、そのためにここカリフォルニア州カーソンにやってまいりました。左、これを見せるためです。ブレイク、ブレイク、ルー・モレットさん、ベテランレフェリーがこの一戦をさばいています。モンスターとお前は言われてるけれども、井上さん、あなたは随分スクールボーイみたいですね、若々しいですね、子供さんみたいですねと。なんか日本人ってやっぱり若く見えますからね、そんな風に随分記者の皆さんに、聞かれたようです。ところがこの戦いぶりを見たら、まあ浜さん、そんなのやっぱり皆さん引っ込めますでしょうね。まあ顔でボクシングするわけじゃないんでですね、中身ですよね、中身なんですよ、この凄さをおそらく今記者の皆さんは、ファンの皆さんは感じ取っていることでしょう。第6ラウンド終わりました。聞くまでもないと思いますが浜さん、井上10対9です、はい、井上10対9です。日本から止めたんですかな、ストップ、やっぱりもうギブアップです。相手の気持ちをへし折ってしまいました。ジャパニーズモンスター井上尚弥、アメリカ剣山は素晴らしい勝ち方を収めました。 WBO 世界スーパーフライ級のタイトルマッチ V6 達成です。これまで14戦を戦って14勝 12KO 井上尚弥、その勝ち星を一つ増やし、そして防衛を重ねることができるんでしょうか。第3ラウンドが始まっています。第1ラウンドからその壮絶なパンチでこの会場をどよめかせている井上尚弥です。左で一つダウンを奪っている井上、ただこの井上の本来の強さというのは右のパンチ、右のストレートです。そのモンスターのモンスターライトがこの場合を突き刺さって左のボディが倒れた。膝をつきました。弱いボディを右を出す必要はない、左だけで仕留められる。
これがモンスター井上尚弥のボディ、アメリカラスベガスを震撼させたこの左のボディです。さあ左のボディ、もうその時は近いかもしれない、右から左、左のボディ、あばらを砕くこのボディ、新しくグアンボワイを立ち上がる、大きな拍手が湧き上がります。さあこれで仕留めるか、右のストレートか左のフックか、あるいは左のボディか、どのパンチでも倒すことができる井上尚弥。世界最強井上尚弥です。